皆さんこんにちは、おいしい引き出しの英子です。今日はデニッシュ風のシナモンロールを作ります。少し前に目から鱗の楽しい簡単成形デニッシュロール風の動画をアップしましたが、この成形でいろいろなアレンジができるんじゃないかなと思って、今回はまずシナモンロールを作ってみました。この他にクリームチーズとドライフルーツを組み合わせたり、チョコレートやナッツ、ピーナッツクリームやジャムやあんこなどフィリングを変えればアレンジ無限大。皆さんもぜひ気軽に試してみてくださいね。では生地作りから始めましょう。材料です。純強力粉、砂糖、塩、ドライイースト、ぬるま湯、牛乳、マヨネーズです。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まずイーストの予備発酵をします。40度くらいのぬるま湯の中に分量の中から砂糖を1つまみ、だいたい 1g です。この中にイーストを振り入れます。イーストをよく溶かして5分から10分ぐらいこのまま室温に置いておきます。ちなみに本日の室温は27度です。次に粉類を合わせます。純強力粉、残りの砂糖、塩を入れて空気を含ませるようによく混ぜ合わせておきます。はい、5分経ちました。今日はイーストが 1g なのでこんな感じにブクブクになれば OK です。これを生地を作るボウルにぐるぐると回転させながら移します。30度くらいに温めた牛乳、そして先ほど合わせた粉類を半分くらい入れます。大体の量で大丈夫です。そしてよく混ぜます。よく混ぜてこのように滑らかになったらこれで OK です。蓋をしてこのまま室温に10分ほど置いておきます。10分経ちました。ではこの中にマヨネーズを 10g 量りながら入れます。マヨネーズを軽くなじませて残りの粉を全部入れます。最初はぐるぐる、その後切るように混ぜます。全体に水分が回ったらハムスター混ぜいきます。容器を立てて上から手で押さえてヘラの根元を持って向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜていきます。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。だいたい1分ぐらい混ぜます。はい、1分ほど混ぜました。生地の状態はこんな感じ。ボウルの周りについた生地をきれいに取ったら下から上へ返すようにして生地の表面を整えます。だいたい20回ぐらい返しています。蓋をして30度から35度くらいの暖かいところに今度は20分置いておきます。いつものように熱いお湯を入れたカップと一緒にオーブンの庫内に入れておきたいと思います。20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らして生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。10回ほど折りたたんだら生地の表面を貼らせるように整えます。蓋をしてまた温かいところに20分置いておきます。はい、20分経ちました。では2回目のパンチを行います。先ほどと同じようにひっくり返してポンポンして今度は5、6回折りたたみます。5、6回折りたたんだら表面を貼らせるように整えて2倍になったのが分かりやすいように表面をならします。蓋をして一次発酵は冷蔵庫の野菜室でオーバーナイトさせます。乾燥しないようにいつもビニール袋に入れています。オーバーナイトの目安は10時間から18時間ぐらいにしています。ではおやすみなさい。おはようございます。冷蔵庫の野菜室に入れてから12時間経ちました。生地の様子はこんな感じ。では台の上に移します。
両面に薄く粉をまぶして、ガスを抜きながら手で広げます。十字に印をつけて、中心から外側へ向かって放射状に綿棒で伸ばすと、簡単に長方形にすることができます。ひっくり返したら、また台に粉をまぶして、綺麗な面を下にします。最終的に25センチ ×35 センチを目指しています。四隅をこのように優しく引っ張ると、角が出て綺麗な長方形になります。綿棒でこんな感じで整えて、25センチ ×35 センチになりました。では無塩バターを塗ります。これは常温に出してこのくらい柔らかくしておきました。全体に薄く均一に塗り広げましょう。そしたら縦と横3分の1のところに下書きをします。そしてこの矢印のところをカットします。ではここから折りたたんでいきます。まず3分の1を折りたたんで重ねます。角のところをしっかりと整えておくと、後がやりやすいですね。そしたらパタンと内側に折りたたんで、こんな感じで重ねていきます。これね、めっちゃ楽しいです。ここまで来たら少し生地を伸ばす感じで、こう引っ張りながら角を合わせます。この端っこの部分をつまんで閉じます。こう生地をね、かぶせるみたいにするとバターがくっつかないです。バターがくっついちゃうと剥がれてしまうので、反対側も同じようにつまんで閉じます。しっかり閉じるとバターが出てきません。これで OK です。このままだと伸ばしにくいので、ラップに包んで一旦冷やしたいと思います。冷凍庫で30分ほど冷やしましょう。生地を冷やしている間にシナモンペーストを作ります。材料を混ぜるだけ。バターは室温で柔らかくしておきます。今日はグラニュー糖を使いましたが、お好みで上白糖やきび砂糖でも OK です。よく混ぜたらこれで出来上がりです。30分経ちましたので、冷凍庫から出してきました。程よく冷えています。台の上に生地を移したら、両面に薄く粉をまぶします。綿棒で伸ばします。綿棒は中心から上へ、中心から下に向かってキュッキュッキュッと押しながら伸ばします。時々ひっくり返して、同じように中心から上へ、中心から下に向かって伸ばします。20cm×25cm を目指して伸ばしていくんですが、ここで綿棒が短いことに気がついて、もう少し長い綿棒に変えました。こっちの方がやりやすかったです。横もキュッキュッキュッと同じように押しながら伸ばしていきます。20cm×25cm ぐらいになったら、シナモンペーストを塗り広げます。巻き終わりの2センチぐらいは開けておきましょう。そうしたら3センチぐらいの幅に切って6分割にします。切ったら少し離しておくと、この後巻きやすいです。では端からゆるく巻いていきます。きつく巻かないでゆるく巻くのがポイントになります。で、巻き終わりは下になる方に入れ込んで、このようにつまんで閉じます。先ほど使ったラップをかぶせて、上からこのように押して表面を平らにします。最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。30度で30分ぐらいから様子を見ます。今日は何もかぶせないので、たっぷりと霧吹きをします。途中で乾燥していたらまた霧吹きをしてください。つや出し用の塗り玉を作ります。牛乳だけでもいいんですが、今日は溶き卵があるので使いたいと思います。卵と牛乳を混ぜたら準備 OK。 最終発酵が終了しました。30分で出してきました。
オーブンは220度に予熱をスタート。これから約10分室温発酵に切り替えます。予熱が完了する3分前ぐらいになったら塗り玉を塗ります。今日は最後にアイシングをするので何もかけませんが、ワッフルシュガーやナッツをトッピングするのも可愛くておすすめです。では220度で12分から13分を目安に焼いていきます。はい、焼き上がりました。220度で13分焼きました。ではアイシングを作ります。粉糖 30g の中に水を 5g 入れてよく混ぜるだけ。お水は牛乳でも OK です。今日は少し厚めのビニール袋を使います。はい、これでアイシングの準備ができました。完全に冷めたらアイシングをかけていきます。ビニール袋の先っぽを切ってこんな感じでかけていきます。この後ビデオのスイッチを押し忘れてアイシングのシーンが撮れてませんでした。すべて終わってから気がつきましたが、このピンボケのシーンだけが撮れてました。ごめんなさい。というわけで今回は苦手なアイシングが割と上手にできたのにお見せできなくて残念ですが、デニッシュ風のシナモンロールはとっても美味しく焼けました。皆さんもぜひお試しください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。